ということでですね、はい、ついに夜が明けまして、見てください、この来ました、実りの秋。最高。まさに実りの秋。ありがとうございます。米ができましたよ。余分にね、ちょっと1個埋めてたんで、それも完成して、はい、ということで収穫しますか。はい、収穫しましょう。米の力。殴られた。米の力。いや、小麦いいということですね。この、はい、あれ小麦だ。米じゃねえ。これ小麦だ。小麦だわ。小麦。米じゃねえわ、これ。これ米じゃなかったら。米じゃなかった。これ食えれへん。食えれへんやつですね。これで動物をおびき寄せますか。できるんですか、そんなこと。これをね、これ牛が大好物なんで。あ、マジですか。牛を探しに行きましょう。そう、牛。牛に、おびき寄せて、はい、落とし穴で落とす。なるほど。その肉を食べるというね、やっぱり小麦結果オーライだ。牛探しましょう。牛いました、いました。とにかく牛を。牛いましたよ。牛いた。ここはい、すごいですね。よし牛、ちょっと待ってろ。超見てる。牛僕が見てる、ね、こいつ飛んでやがるっつって。浮いてるぞっつって。虎って受けんのかよ。ビビってますよ、こいつ。惜しいぞ。おやさんがそのままだ、そのまま、はい、この落とし穴に落ちるように、うまいこと、はい、うまいこと、いいよ、はい、さあ、おいで、はい、うわ、すごい出てくる、あ、うまい、うわ、あ、それで、ちゃ、出せ、そう、ストップ。惜しいぞ、おい、来いよ、なんだよ、いらねえのか。え、ほら、おい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 、よっしゃ、よし、よし、小麦関係ない。やばい、うわ、おら、いったりましたよ、小麦の力。だった、おら、まさかこの牛も自分が食べるもんで殺されるとは、おら、思ってねえだろ、おら、これは食べ物じゃねえぞ、おい。足早いぞ、こいつ。足早い、すごい、縦横無尽に、早い、走り回る、始まる。俺は食べ物じゃねえ、お前を殺す道具だ、小麦の力。俺は小麦の力。そして牛が死んだところには綺麗なタンポポがなったそうな。ああ、綺麗な話、綺麗な話やで、おい。ということでね、はい、これあのお野菜さんのお肉なんで、はい、自分のおラム肉じゃねえか、あいつ。お、小麦で浮き寄せますか。おい、小麦で武空術ね。武空術では、武空術では別に来てないです。そそられてない、別に。そそられてない。武空術、ああ、武空術。おらー、使う、虎肉俺がやられる。あ、違った、これお野菜さんが。はい、そうです。お野菜さんが。危ねえ、やられるとこやった。羊、おいで。こっちだ、そうだ。こっちだ、ほら、おいでくるんだ、そうだ、おいでくるんだ、ほら、誘われて、おいで誘われて、あれだろ。おお、お前な、賢いな、おい。くそ、遠回りすんなよ、くんだ。あー、やばい、あ、落ちた、あ、来た。しゃー、ほら、これはな、お前が食べるもんじゃねえ。そうだ、お前を殺す道具だ。あ、落ちた。食物連鎖。小麦の力や。あ、いや違う。あれ、何人？あ、ジ肉。ラム肉。やりました。肉、イエー。こんな感じでね、はい、お肉をゲットしたんで、はい、このゾンビとの対戦で疲れた体を癒しましょうよ。そうですね。あの、森林組合から、あの、はい、来てるんで、このかまどが。あ、ほんまや。このかまどを使って。ありがたい。あ、ダメだ、木がない。あ、今日の木は、森林組合から、はい、ボーナスプラス1となって3個まで取れるんで。ありがとうございます。楽しい。小麦の力、生肉の力、生肉の力。あれ、1個、2個、3個。3個、イエー、焼ける肉が、肉焼きましょう。この、あ、ダメだよ、この大きいやつを使っちゃダメなんで、はい、とりあえず
これにしときますか、とりあえず。ああ、ちっこいやつに。ちっこいやつにしといて、まあ、松明はもうこんだけあったらとりあえずいらないんで、はい、とりあえずは、焼きますか。そうですね。多くの木で、多くの木で、多くの木で。うわー、ラム肉が焼けていく。いや、香ばしい羊の香りが。あ、なんかおる。焼けれへん、まだ。イエス。焼いた羊肉、マイ牛肉が、マイ牛肉、ちょっと待ってね、マイ牛肉きた、ドン、焼いた羊肉、どうぞ。そして、そのえ、3つも取れた。そうです。超くれるやん。めちゃくちゃ食えますよ。 牛の力よ。これで2週間持ちますよ。小麦の力、はい、超持つやん。そう。腹持ちがいい、まあ、確かに。あの牛1頭分の肉ってことですからね。そうめちゃくちゃな量。牛1頭とか食えないですからね。相当持ちますよ、これ。相当な量ですね、これ。燻製にして保存しておけば。あ、取れた取れた、肉が。ふぅー、ふぅー、連打連打連打、ふぅー、連打、ありがとうございます。ふぅー、連打しました。ということで、ちょっといただきましょうか、これ。はい、これがステーキ主食。うまい。うわ、トラがステーキを。おえやった、さっき食ったやつ吐きました。汚い。そんな君に皮をプレゼント。あ、やった、皮だ。何に使うかちょっと分かってないですね、まだ。未だに。そうですね、皮。え、痛い痛い。これとりあえず泣くんだ。なんとなく、このドラミちゃん。なんか野生の力、急に精神的におかしくなる。野生の力が、はい、やばいな、こいつ。たぎる血を抑えられない。やばいやばい。そんなことはどうでもいいんですよ、はい、俺たちは、はい、そろそろもう野宿は飽きたと。そうですね、もうちょっと、それは体も臭いですよ。臭いですよ、これ。こんな毛まみれのは。いやいや、それはもう君のドラミちゃんの形じゃないか、それはもうね。ありのままのに、わ、かわいいな、ドラミちゃん。勝利。だんだん決しやがって、行くぞ。そう、はい。ということで、家を作ります。はい。イエーイ。イエーイ。で、やっぱり家って言っても、はい、森林組合から木は禁止されてるので、はい、厳しい厳しい。森林組合、さすがにこんだけ木があるっていうのに、はい、なんで土を、はい、とりあえず土で作りますか。そうですね、チャッチー家を。そうですね。ってことはやっぱスコップでしょ。あ、スコップ、スコップ作りましょう。この余った木で、あれ、木は木、多くの木材、いいですね。多くの木材で棒を作っちゃいますか。棒を作りましょう。棒いきました。棒からの、はい、木材で組んでみてください。ああ、すごい気を吐く。2個あげる。ありがとう。よし、どうぞどうぞ。棒を1本1本で。そうですね。多くの木材を。スコップ。スコップきた。ありがとうございます。掘りましょう掘りましょう。これで掘れる。土木作業員になりましょう。やったぜ。掘りましょう掘りましょう。イエーイ。痛い痛い痛い。おー違うだろ、その掘りは。芸的なものじゃないか、その掘りは。化石掘りだが。化石掘りだ。行きましょう、これ、はい、とりあえず俺は手掘りするんで、はい、ここら辺を開拓していきましょう。土掘り土掘り。すぐ石出てきますよ、これ。すぐ石。やっぱり大自然のね、意志を感じます、やっぱりね。そうですね。意志だけに。そういうことなんですか。なかなかあれじゃないですか。なかなか。やっぱりね、いろんなマイクロの実況見てきたんですけど、はい、基本的になんかギャグが多いんで。ああ、なるほど。こう、うちも取り入れていこうかなと。そうですね。石の意志を感じるとね。ちょっとそれでもやばいですけどね、それ。その取り入れ方ちょっとやばいですよ、今です。取り入れ方。急に取れてきます。だいぶ苦笑いしてる先輩。つれー、厳しいですよ、多分。笑ってくんねえのかよ、これ。なかなかね。マイクラの世界厳しいな。よっぽど怖い上司とかじゃないとこれ笑えないですよ。めっちゃ気使って笑うやつや、それ。ああ社会の厳しさ。社会の厳しさ。あ、いいいい。スコップ早い、スコップ早い。スコップめっちゃ早い。スコップやばい。掘りだ、掘りだ。いいですね、土がだいぶ集まってきました。あ、50個あったら作れんじゃないか。このままマントルまで行ったのかい。うわ、やばい。ブラジルの人よろしく。いや、思いっきり石に当たって速攻で断念してません。石がね、石が早い。石を感じる。あ、石を感じますね。やっぱりね、石感じました、はい、やっぱり暗いんで早速家を作りましょう、はい。
じゃあ、おのおの作って、はい、できたら、はい、完成したら集合ってことで。了解です。はい。いや、鬼山さんは、森林組合にビビってるようだけど、僕はそんなん怖くないんで、じゃんじゃん木作って、木の家作ってやると思います。じゃあ、木めっちゃ取れる。禁欲生活が嘘のよ、今までの。はい、ということでですね、はい、お互いの家が完成しまして、はい、最初にですね、はい、私、パルプンテの家をご覧いただきたいと思います。はい。一生懸命作りました。こちら見てください。この、花の量。すごい花咲いてますね。すごい花が咲いて、そしてこれね、はい。この家の上に木ができちゃったんですよね。大自然を感じるカントリーなお家となっております。なかなか広そうですね。ほんで広そうでしょ。このデカさ。塔もなんか3つあるし。3つあるんですよ。どうぞちょ3つ開けちゃってください。とりあえずはい、開けちゃってみてください。いきまーす。あ、そうなんです。これ外れです。外れって何なんですか。外れです。外れってどういうことか。外れなんですね、これ。じゃあ、まずね、あざまくのは、まず味方からね、あざむいって言いかないといけないけど、めっちゃ噛んだっすよね。あざむく。しかもまた外れました。外れ。それが一番左がね。これ当たりですか。当たりです。おー。ね。で、結局ね。直線直線っていう。一本っていうね、こんな。千万。こんだけ広い家かと思わしときの。2000万、こんなん。あ、出れへんかった。あこ、ドラミちゃん確保。これ、ハリボテルセンターのこんなん。真横見てください、これ。全くですよ。この、1ブロック面だけ、すごい横に広げてるんですけど。はい。結局ね、これ、ハリボテなんですね。これ。なかなかね、時間がなかったです。見かけ倒しですね、これ。相当見かけ倒しですよ。ファイハウス。で、ドラミちゃんの家をね、ちょっと。そうですね。次紹介。僕の家こっちですよ。はい。こっち。行きましょう、行きましょう。はい。なかなか山あり谷ありですね。このそびえ立つわ。おい木じゃねえかよ。いや、バラブンデさん、ちょっとね、おい、ビビりすぎっすよ、ちょっと。マジ、どうしたんだよ、この木を。これこれ最初だよ、これ当然。お前、森林組合があるっつってんのに、お前。いや、ビビりすぎっすって、そんなん、なんもならん。マジか、そんな森林組合ごときそんな来た帰り討ちっすよ。マジか。取らせよ、僕。やべえ。猫のくせに。シソラですよね。なんかシソなのは下土かよ。こんだけ木使っとって下土かよ。ここ作業台ありますよ。やばいな、これ作業台寝転んでするシステムや、これ。完全に埋め込み作業台。うわ、これ、まあ、木のぬくもりが知らねえぞ。でも知らねえぞ、森林組は知らねえぞ。お前、こんな老いぼれ、ほんま帰り道ってこのそびえ立つこの高さ知らねえからな。この高さ見たらもうたっけ。ビビるでしょ、あいつら。いや、バカ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 、やられるよ、やられるよ、これ。やられるって、そんな知らねえからな、お前。夜道気をつけろよ。絶対だよ。夜道気をつけろよ。取らすよ、僕。絶対的な自信だな。ああ、木の家ええわ、あったかいわ。あいつ、ん？なんか焦げ臭いぞ。おい、おいおい、家、俺の家、俺の家燃えてる。熱々、熱。あ、すごい勢いで。なんや。あ。え？あ。何？私だ。森林組合。私が森林組合だ。君は木をいくらほど切ったんだ。あいつが言っとったん、そういうことやったんや。あいつが言っとったん、こういうことやったんか。木を植えなさい。木を植えなさい。あら、改めます。森林組合、うえ、ひよこ。森林組合は、木を、大事にしない。わけのわからぬ。その、動物を消してください。許さない。
言ってしまったよ。お前関係ねえやつじゃねえかよ。はい、こんばんは、パルプンテチャンネルの私がパルプンテ鬼山でございます。今回はですね、こういう風に顔を出して動画を撮らせてもらっているのもですね、なんとある意味がございまして、その理由っていうのがですね、どうもこんばんは、パルプンテチャンネルのお野菜です。その理由というのがですね、実は皆さんに今回チャンネル登録をしていただきたいんですが、そのチャンネル登録者数が1000人、2000人、4000人といったから2000人、4000人となりますと、なんとですね、私の滑らない話ですとか、他にですね、いろいろ企画してるのが、Amazon カードや iTunes カードに変えてですね、皆様に日頃の感謝を込めて配布しようかなと思ってるんで、ぜひともチャンネル登録をですね、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。せめて椅子踏めよ、お前。OK。 これも OK やろ。